この値段でこの画質性能機能ですねが入ってるんだったら、これは本当買いでしょ。 APS-C の初心者モデルはもうこれで決まりだと思いますよ。だからそういうフルマニュアルでね、星空を撮らなきゃいけないっていう、そういう固定観念からも脱却し始めてるんだなっていう。皆さんこんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之です。どうも。今日はですね、お借りしてました発売前の XS10 をですね、ちょっと2週間ほどお貸しいただいて使ってみました。で、このカメラですね、まあ以前あの XT4 が初心者におすすめですよっていう、こういう動画をあの投稿したことがあったんですけど、前言撤回します。初心者の方には XS10 がおすすめです。このカメラ使ってみてですね、良かったところ悪かったところいろいろありました。非常にね、総じてこのカメラは買いですね。今日はこの XS10 についてお話ししたいと思います。それでは行ってみましょう。よろしく。まあもう動画ね、いろいろ上がってるんで、皆さんこの動画見る人は XS10 のそういった他の YouTuber さんが上げてる動画見てるんじゃないかなと思いますけど、まあ私は星空写真家、タイムラプスクリエイターなので、その観点、あとはね動画で撮った時のお話もしようかなと思いますけども、まずこの形状なんですけども、はい、このグリップが大きく出てるのが特徴のカメラですね。で、このグリップなんですけど、私はすごく歓迎なんですよ。なぜかというとですね、グリップついてると、あ、放熱スペースあるのかなとか、放熱上手だなっていう風に感じるんですね。例えばね、これ一概に、そうとも言えないんですけど、例えばね、ここに X Pro 3があります。 X Pro 3で、この XS10 があります。ここのカメラのこの部分にあるのが、要はセンサーじゃないですか。センサーですよね。で、下を見るとバッテリー、ここに入るんだなってのが分かりますよね。この2つを比べてみると、どっちがバッテリーセンサーに近いですかねっていうのを結構ね気にしちゃう。はい、バッテリーがセンサーに近い方が、熱持ちやすいですし、それに対して放熱スペースが必要なんですよ。もちろんね、そのヒートシンクが入ってるかどうかとか、まあ、そういうのもあるので、一概にこれだけでその放熱が少ない、熱ノイズが少ないっていうのは一概には言えないですよ。ただまあ好印象っていう意味ですね。基本的に動画機っていうのは放熱対策っていうのはそれなりにされてるはずなんですよ。で、星空観点で言うと、夏ですねに、放熱が苦手なカメラを使うと熱ノイズがすごい発生するんですよ。パナソニックのカメラってめちゃめちゃでかいじゃないですか。あれやっぱりその辺の対策がちゃんとされてるからだと思うんですけど、反対にそのソニーのカメラはセンサーサイズ大きいけどボディが小さいじゃないですか。その辺の対策が、結構難しい機種にはなってくると思います。まあいろいろそれはメーカーさんでね対応されてると思うんですけど、まあ、そういった観点で、このバッテリーがね、この縦位置で入ってセンサーからちょっと離れた位置にこうグリップがつくことで、ちょっとなんか熱ノイズ出にくいのかなっていう印象があるので、夏の星空撮影、それから動画撮影には向いてるんだろうなっていうような印象を受けます。まあ、実際こうやって持ってみると非常に持ちやすくて、背面を見るとボタンがすごく少ないんですけどね、この上の方にですね、このコマン、感度設定だとか Q ボタンがここの人差し指のところにあったり、で動画記録ボタンがここで一発でできるようになってたりとかですね、非常にいろいろ操作目線で使いやすく作られてるなっていうふうに思いました。あと、動画としてももちろん富士フィルムのフィミルシミュレーションしかり、それから、T4 とか Pro3 に入ってたクラシックネガねが入ってたりとか、動画性能に関しても申し分ないです。めちゃめちゃ綺麗、フィルムシミュレーションを生かした撮影ができて、で手ブレ補正ついてるでしょ。実際やってみたんですよ。動画でこう手ブレ補正でこう
手ぶらせオンにしてこいってやったらやっぱぴったり止まるんですよね。だ基本的にはもう手持ち撮影はこれだけでもいけるなという感じ で小さいからスッと取り出してすぐ動画の撮影に入れるっていう、印象を持ちました。でまあバリアングル液晶なので、自撮りもいけるしね。あと実際これ星空の撮影でも使ってみましたけど、まあ、中身はもう問題ないですね。まあこういうふうな写真をお見せしますけど見ての通りですね、まあ、今までの富士フィルム機と遜色ない写真の写りをしますので、星空特性に関しても全く問題ないなという感じで、あと星の撮影で、XT4 に備わっていた低照度有線も入ってます。なので、暗い場所での構図の確認もしやすいと。実際使ってみましたが低照度優先があったのでピント合わせがやっぱりしやすかったですよね、はい、あとね、まあ、このカメラ使って気づいたことがあるんですけど、星の写真が絞り優先のオートで撮れるようになってきてますね。僕もこれ初めて気づいたんですけど、富士フィルムのカメラでオート 1,2,3 って選べるんですよ、まあ、それで感度上限下限が設定できるんですけど、そのオート3に設定して絞りを例えば F2.8 でピント合わせたらシャッター切ったらね適正露出でね星空撮れますよ。だからそういうフルマニュアルでね星空を撮らなきゃいけないっていうそういう固定観念からも脱却し始めてるんだなっていう、まあ、このオート123の機能は X Pro 3から実はついてたみたいなので X Pro 3からは絞り優先で星が撮れるようになってるみたい。多分これは富士フィルムだけじゃなくて他の機種でも同じことが言えると思うんですが、まあそういった目線でも、初心者向けの機種になってきてますよという感じですね。でこれ値段めっちゃ安いじゃないですか。13万でしたっけ。でしょ、めちゃめちゃ安いよね。そうですね、ボディがだいたい12万ぐらいでレンズキットがプラス1万レンズがプラス1万円でついてくるっていう非常にお得なカメラになってます。で対抗機種はニコンさんの Z50 とかあとソニーの α6600 とか、まあ、その辺でしょうけど、アルファはいくら、まあ、全然値段違うもんね。対抗機種そういう Z50 とか α6600 とか対抗機種と比べるとめっちゃ安いじゃん。これ買いですよねすごいね、富士フィルムさんこんなに安く作れるの、すごいですね。まあその分カラーリングがねそのブラック一色だったりとか、まあそういう選択肢は狭くなってはいるんですけど、いやーすごいね。まあいろんな多用途で使える機種ですよね。なんか写真向けの機種動画向けの機種ってやっぱりどっちかに偏ってちょうど中間のものって基本的にはないっていう認識があったんですけど、まあそれはもう古いっすね。やっぱ写真も動画もいける機種っていうのが富士フィルムさんずっとトライされてる感じしますけど、まあ、今回のこの XS10 は初心者向けで写真も動画も両方やりたいって人に、向けたカメラとしては最終形態と言ってもいいんじゃないでしょうか、ね、でまあいいところがいっぱいあるんですけど、まあ、こんな感じでざっと喋りましたけど悪いところもあってですね、まあ、この小ささで手ブレ補正がついて、まあ、バッテリーは前のバッテリーなのでXT4 からのバッテリーが強化されてるじゃないですか。でもこのカメラは前のバッテリーを使っているので電池の持ちは悪いんですよ。だから常に USB 給電していたいなっていうふうに思うんですけど、はい、動画の途中ですがすいません、突然画面が切り替わりまして、この今ご覧いただいてる動画ですね、実は再投稿版ですね、なんですよ。前回投稿したバージョンで、説明していた部分で間違ったところがあったのでここ挿入して撮り直ししております。まあ、何が間違ってたかというとこの XS10 のですねこの USB-C 端子とレリーズがですね同時に使えないっていう話をしてたんですけど、まあ、そうではなかったということなのでそこを説明したいと思います。
話の流れは悪いところもあるよみたいな流れだったと思うんですけど、まあ、そうではなくてですね、注意点っていうところで、ご紹介したいと思います。この XS10 なんですが、マイクの端子がレリーズとマイクイン端子を兼ねています。またこの USB-C 端子が USB 給電とそれからマイクアウト端子を兼ねているということで、まあ本来は独立してればいいんですけども、まあこの機種の場合は、まあその辺、その何ですかね、価格を安く設定するために多分削ったんでしょうね。そこは一緒になってるということで、まあ動画を撮影する時の話なんですけども、多分こういうマイクですね。こういうマイクを接続するときに、まあこのイヤホン端子に、マイクイン端子につけます。はい。で、これで動画撮るんですけど、音声を、まあ、こういう風にここで受信して、ここで喋って、まあ、こういう風につけて、今もなんかついてますけど、まあ、これで喋るわけですけど、ちゃんと音が取れてるかどうかっていうのが分かんないんですよ。確認したいんですね。で、私も経験あるんですけど、動画撮っててこの差し込み口間違ってて音声取れてなかったとか、あと、なんか何かの原因でそのノイズが入ったりとか、まあ、そういうことがあるんですけど、今度イヤホンアウトですね、付属のこの USB-C から 3.5mm のステレオジャック、ミニジャックですかね、これをつけるとここにイヤホンがさせるようになります。はい、こういう、まあ、これ今普通のイヤホンつけてますけど、無線のやつでもいいんですよ。こうやって聞きながら動画を撮ることができるんですね。だから、なんか音声にノイズが入ったらガサッてこうで聞こえるので、あれちょっと今ノイズ入ったから撮り直そうかっていうことができるんですよ。まあ、そのために使う、イヤホンアウトの端子はこの USB-C の端子を使いますというのがまず一つですね。それから、富士フィルムの RR100 ですかねとか、外部レリーズですねを使うときにですね、どこの端子を使うかって話なんですけど、このマイクインの端子がレリーズを兼ねているそうです。で、この、この端子は 3.5mm なんですけど、通常のレリーズって 2.5mm なんですよ。ですから 3.5 から 2.5 に変換するこの変換プラグ、これ市販で売ってるやつなんですけど、これをつけて 2.5mm の通常のレリーズのケーブルをつけると。ちょっと私富士フィルムの純正のレリーズ持ってなくて申し訳ないんですけど、まあ、これでこういう風にですね、レリーズを接続することでシャッターが切れるようになりますよということなんですね。だから、タイムラプススライダーとかモーション機器とか私使うんですけど、そういったスライダーとの連動もこれでできるっていうことですね。で、USB-C の端子がここにありますから、こういうモバイルバッテリーと接続して USB-C から、この端子に接続してですね、まあ、これで、電源を給電しながら撮影することができると。ですから、タイムラプス撮影とかでは非常に便利な機能になります。まあ、注意点としてイヤホンアウトをするときは、この付属のUSB-C から 3.5mm のこのジャックが必要ですよっていうことと、それから、レリーズですね、レリーズを使うときはこの 3.5 から 2.5mm のこういう変換アダプターが純正ではないので、これ買ってこなきゃいけないんですよ。こういうのを別途手配しなきゃいけないですよっていうことだけ注意してください。はい、では、通常の動画に戻ります。どうぞ。XT4 の時ってこうバリアムブレーキションにした時にはマイク端子がこうぶつかるっていうのが結構言われてたんですけど、今回マイク端子が上になったのでバリアムブレーキションでこうぶつからないようになってるんですが、 USB 給電するとねやっぱりぶっかるんですよね。反対から見てもそうです。 USB 給電の端子がこう重なりますから、
だからまあこういうところはまあ今後改善してほしいなって思いますね。まあ悪いところといえばそんな感じかな。この値段でこの画質、性能、機能ですねが入ってるんだったらこれは本当買いでしょ。 APS-C の初心者モデルはもうこれで決まりだと思いますよっていうぐらいおすすめです。はい、で本当私も動画撮影しててパッと出して撮りたいなっていう時があるんですよ。いや悩んじゃうな。なんか最近買いたいカメラレンズ多くてマジで困るんですよねはい、じゃあちょっとざっくりしたレビューになりますが以上になります。この動画を気に入っていただけた方は、チャンネル登録といいねをお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、ワイワイしたっけね。バイバイ。ついてくのも大変だな。